ここね、あの椅子に座ってもらいなんですけど、椅子に座るとまあでも今日は天気いいし、あちなみにね、あの待合室は改札の外にあります。そうそうそう、なんでね、改札する前に切符買って、まあ、あの待合室で待って、時間になったら改札をしてっていうような段取りになってるみたいです。まあでも今日はね、全然暖かいんでね、大丈夫ですね。外で待っててもいい具合です。ただもね、駅前は電車来るかなと思って、それで乗っちゃったもんでね、あれですけど、まあ駅前まだ帰りに見れるかな。帰りだともうちょっと暗くなってるかもしれませんけど、駅前はね、まあ何やかに結構商店あるみたいですね。ちょっと閉まってるところも、あまあぼちぼちあるのかなってところですけど、ちなみに田野大社ね、行こうと思うと、ここからまあ歩いて行けん距離ではないけど、歩いていくとちょっとしんどいかなってところですね。ただバスも多分こんなに合わせて走ってなさそうなんで、ちょっと大変かもしれないですね。歩いていくと多分30分ぐらいかな、こっからだとね、だと思います。っていう感じですね。いやいやいや、いや、いつにも増して多分ね、滑舌が良くないと思うんですけどね、すみません。あの今日もね、これ平日の撮影やってるんですけどね、あれなんですよね、歯の、ちょっと治療をしてる兼ね合いで、それでね、午前中に治療をして昼からこれ、回ってるんですけど、もうそのままちょっと休み取らせてもらってね、治療の時に、まあまあ、ね、ちょっと鎮痛用の、部分麻酔やら打ったりだとかいろいろするもんでね、っていうような感じでやってるぐらいなんで、結構ね、歯の状態が、ひどくてですね、まあ、穏やかな昼下がりじゃないか、まだお昼前、お昼になったところへんかな。そうですね、12時40分の電車待ってて、今出てるんですが、そうですね、12時半ですかね、ちょうどお昼時ですね。あとどこだったっけ、明日の鉄道はね、いつでも切ると言いながら、まあ、後回しになってますけど、まあまあまあ、別に本当にすぐ来ますからね。そう、あのね、そう、アスナロー鉄道、今回残ってるところが、アスナロー鉄道、三木鉄道ってのが、養老鉄道なんですけど、養老鉄道もそう、実はその駐車場がね、案外三重県側はね、無料駐車場は設定はなしで、岐阜に入ると、無料駐車場がありましたって今言ったか、ところなんですけど、そう、ここで行くとね、そう、何がしんどいかとね、実はね、アスナロー鉄道は、まあ、うち歩いて行ける距離なんで、まあ、まだいいんですけど、アスナロー鉄道はね、本当にパークアンドライドができないんですよね。これはね、一回ちょっとね、なんかパークアンドライドできるような、あれ、ね、なんかできないもんかね、みたいなね、なんか東日のあたりでね、なんか、ちょっと新駅作って、パークアンドライドできるような、ところを作って、それで、市内に流れ込む車の量を制限するみたいな、なんか施策とかできるのかなみたいな話とかをちらっとなんかしたことがあったと思いますけど、うん、とにかくね、っていうのも、ね、そう、パークアンドライド、これね、事象がね、ちょっと似てるのが、その、さっき言った、紀州方面のところもそうなんですか、あと芝もそうかな、結構。ね、意外と駅前に駐車場がない。うん。っていうのも、紀州とか芝の方は地理的な関係ですね。そもそもリアス式海岸のところに立ってるんで、平たい土地が少ないんですよね。その兼ね合いで駅前っていうのが狭いもんで、意外とその地方の駅って大体結構定型中でね、無料駐車場とか、ドーンと利用者様向けの駐車場とかがドーンと設定してあるところも最近は多いんですけど、まあ、典型的なのが三岐鉄道ですよね。そう。だから三岐鉄道はね、どこかしこ、平津からね、よく平津駅に止めてやってますけど、平津駅でもできるし、他のところとかでもね、いろいろとあるんで、
で無料で止めれるんでフリーでねできるんでいいんですけど、北西線でも東院駅やら星川はあれ違うのか、無料駐車場っていう設定にはなってないのか、駅前すっげえ広い駐車場ありますけど、あれは商業施設のドン・キホーテさんのやつですよね。であとなんだっけ、大泉駅とかもでかい、あの無料駐車場ありますので、東院駅とかもね、っていうようなところなんで、意外とこの駐車場代でね、フリーで行けるとね、本当にパーク&ライドでこの企画できるんで、で、あと1日富士乗車券買ってもらえるんで、三岐鉄道がね、なんなら、あの、結構、一番良心的にできる説まであるぐらいですからね。そう。これがね、四日市アスラの鉄道だとね、まあ、メリットは近鉄四日市駅から直結してるんで、鉄道オンリーで行くんだったら、まあ、行きやすいっちゃ行きやすい。ただ近鉄で来ないとなかなか不便ですけどね、JR だとちょっと不便っていうのがありますけど、うん、なんですけど、そう、あのこのパーカーライドに関して言うと近鉄に迎えてきましたから駐車場がないんですよ。だからそのね、こっちはなんでかっていうと、あっちの方がその地形的な問題で言うと、こっちの方はね、旧市、あの、東海道沿いに立ってるんですよね。だから、江戸時代以前からの、いわゆる、繁華街って言ったらあれですけど、いわゆる街道沿いになるんで、とにかく、そもそも建物がぎゅうぎゅう詰めのところに鉄道を通してるんですよ。っていうようなところがあるんで、特に宇都部線、沿線ですね。うん。なので、基本的に駅前が狭い。で、駅前に駐車場を作るような、スペース余裕がないと、いうのがあるんで、なのでね、そう、アスラの鉄道だと、コインパーキングとかが全然ないんですよね。で、多分、アスラの鉄道の周りで普通にコインパーキング作っても、あれなんですよね。結局、だったらもう直接四日市駅に行っちまった方がいいってなるし、で、四日市駅付近は駅前で、これ、800円とか1000円とかね、超えてきちゃうんで、ただちょっとしんどいなってことでございますね。言ってたら、まあ、そろそろ電車の時間になるんで、そろそろお客さんを、ところですね。よし、じゃあちょっと電車来るまで止めようかな。